どうも皆さん、JB1062 です。今回は、まあ、前に作った、まあ、防衛艦ヤマトを改造しました。まあ、主な改造点は、まあ、この砲塔です。まあ、主砲の3連装飾カノンです。まあ、これを、まあ、少し、まあ、幅っていうか大きくして、まあ、原作のやつに近づけました。そして、まあ、小型レーザー砲が、まあ、1機追加されています。まあ、これです。そして、まあ、煙突ミサイルの、まあ、大型ミサイルポッドが、ここが、まあ、色が統一されています。白に統一されています。まあ、そして、まあ、環境が変わっています。このようになっています。まあ、裏が赤で表が灰色になっています。そして、まあ、ソーラーパネルみたいなところアンテナっていうか そこの部分が改造され取れにくくしました。まあ、さらに、まあ、少し戦艦自体を大きくしました。まあ、元はここまでだったんですけど、まあ、ここまで大きくしました。まあ宇宙戦艦霧島と比較すると、まあ、このような感じです。宇宙戦艦霧島よりも、うん、若干大きいです。まあ、前までは、うん、戦艦霧島よりもちょっと大きいくらいだったんですけど、まあ、5センチくらい大きくなりました。まあ、追加設定で、まあ、この食カノンは陽電子砲を撃つことができ、まあ、食カノンをチャージして、まあ、威力を10倍くらいにできるようになりました。改造で、まあ、変更点はそれくらいです。それでは終わります。